こんにちは、国本佳代です。今日はこのカップの絵付けができるまでをやってみたいと思います。まずは240番のペーパーで磨いて濡れたタオルでよく拭きましょう。今回のデザインはまず紙にトレースできるようにデザイン入れて、はい、お花は3箇所、 1,2,3 箇所、表、真ん中、裏という感じで丸いお花を入れて、それをつるで、あと茎でつないだデザインにしています。いつもなら、これをですねハサミでちょきちょきっと切っていただいて、こんな感じですね、切っていただいて、スタビロ鉛筆を使って、裏側、直接その、型紙の裏側にゴリゴリってこうやって書いていくんですね。こんな感じですね、ゴシゴシゴシって。もう少し濃く入れた方がいいです。でも今回はですね、別のやり方、これトレッシングペーパーなんですけれども、このトレッシングペーパーを、カーボン紙の代わりにできるように、使えるように作っておきましょう。こんな風にスタビロ鉛筆をですねゴシゴシこう擦っておきます。これ自体、ちょっと見ただけだと結構時間がかかるんで、端っこで色の雰囲気だけちょっと見てもらおうかな。もう少しゴシゴシとこうやりますね。はい、一回こんな感じに、全体がこんな感じになるようにしてからですね、ティッシュペーパーでも綿棒でもいいです。軽くこすって、これを何度か繰り返してあげると、使いやすくなりますので、これをカーボン紙の代わりに下に置いて、上からボールペンを使って書いていくっていうやり方が結構使いやすいかもしれません。お皿と違ってですね、こういう立体はやはりちょっと型紙の安定感に欠けるんですが、これを、セロテープとかそういうもので留めたりしない方が綺麗に上がります。留めたところが釉薬を弾いたり、いろいろな問題を起こすことになりますので、なるべくつけずに頑張ってこんな風にトレースしてみてください。慣れてきたら直書きが一番簡単です。はい、ざっとこんな感じに、ちょっと汚いですけど書き終わりました。でいざ書き出します。茶色、アウトラインは茶色で、ちょっとカラーで書いてみようと思っているので、アウトラインは茶、それとお花はブルーで周りのアクセントは赤で入れて、あとはグリーン書いていきます。いつものように、0分の10の筆、一番細い筆でですね、しっかり絵の具を筆に入れたら、お花の輪郭から書いていきます。同じデザインの繰り返しなので、お花はお花っていう形、3箇所お花を全部描いてしまってから次に行く方がデザインに手が慣れて動きやすくなります。で、茎なんですけれども、茎は行ったら帰ってくる、ずっと行きっぱなしだと絵の具のこう取り替えの部分が濃くなったりするので、行ったら帰る形が一番適当かなって思っています。あと葉っぱのアウトラインもあるんですけれども、葉っぱって、形が決まってますよね。ですから、たくさんある葉っぱの場合は必ず頭から書き出したら必ず同じように書き続けるっていうのが、全体のバランスを崩さずに綺麗に出来上がる方法だと思います。ちょっと角度が違ってくるから、こっち側は頭から描いて、こっち側からは別の方向から描くっていうやり方じゃなくて、なるべくもう一定の方向、頭から描いたら頭からずっと描き出すっていうのが綺麗に描けます。あとこの他の色は意外と描きやすくて、どんどん筆が進むんですけれども、やはり絵の具が薄くなっていきやすいです。ですから必ず葉っぱを1枚描いたら取るとか、葉っぱの、右と左のストロークを描くときに、右なら右、また絵の具を取り替えて左を描くっていうようなやり方をしないと、
どんどん色が薄くなりますので、輪郭は綺麗な方がいいので、極力回数多く絵の具を筆に取り替えていただけるといいと思います。葉っぱが終わったら今度はつるを描いていきます。つるがやっぱりくるんってなるので、ちょっと立体の中で難しいかもしれないですけれども、同じところを同じように描くっていう風にすると本当に最初と最後はちょっと違った上手に描けるようになっていくと思いますので、必ず同じデザインを同じように描いていく習慣つけるといいかと思います。輪郭が終わったら今度は色を入れていくことになります。取っ手のところはちょっと最後にどんな風にするかデザインを変えて入れてあります。色入れ始めました。まずブルーをですね、1:10、一番薄い感じで上げて、R の0を使ってポヨンポヨンっていう感じですかね、たくさん筆にとってダミでのせるっていうやり方をしています。それからお花に入ります。今度は1:4ぐらいの絵の具を作ってストロークで入れていただきます。これをダミで入れても構わないんですけど、同じ絵の具だとやはり濃くなっていってしまったりするので、色の感じを気をつけながらストロークで入れる、まあ、ストロークで入れる練習をしていった方がいいかな。葉っぱも同じです。これ緑何色でもいいと思いますけど、ちょっと明るめの色で作って、原液ですね、ちゃんと濃い色でそのままストロークで入れるとそれほど濃くはならないですね。ダミで入れるやり方とストロークで入れるやり方っていうのは色の出方が違うので、その辺のとこだけ気をつけましょう。赤をアクセントに入れてみてます。赤の点があまり大きくない方がこのお花は可愛く見えるように思いました。最初ちょっと大きめに入れたんですけど、やはりちっちゃい方が可愛いかなと思って、後半のドットはちょっと可愛くちっちゃく入れてみました。さて次は何するかな。今度は、単色じゃなくて葉っぱ、次にブルーか、さっき使ったグリーンのもうちょっと濃い色を使ってダミを入れて変化を入れています。葉っぱの先端から元の方にヒュッとヒュッという感じですね。ストロークでこう持ってくるんですけど、ダミをストロークで持ってくる。で、筆を止めたところに絵の具が溜まって色が変わる。先端は一番最初の色が強く残って、後半次に使った色がダミで溜まるっていうやり方ですね。そうすると色に深みが出てきます。単色のストロークだけではなくて、いろんな色を上から重ねてダミで重ねていくことでちょっと描いたっていう感じになりますね。なんかこうおしゃれになったっていうか、色に深みが出るって感じかな。まあいろんなやり方があるので自分の好きな方法を取るのがいいんですけれども、デザインっていうのは本当に人それぞれ好き好きがあります。ですからお花がいろんな色が変わっても違いますし、葉っぱの色が変わっても随分と違うと思います。真っ白だけでもいいんですけど、今回は口周り、口のトップの部分に色を入れることと、それからハンドルの部分、取っ手の部分に色を入れるっていうのをやってみました。で、取っ手のところに色を入れるときっていうのはダイレクトに原液でベタベタ塗るんではなくてですね、ちょっと薄めたやつでベースを作るっていう言い方するんですけれど、次の絵の具が乗りやすいように、そのビスクと絵の具がなじむような感じで何回かこう薄めの色をのせてから原液で1回塗って仕上げるっていうやり方ですね。ただ一番気をつけなきゃいけないのは取っ手のですね、付け根の部分、カップの部分と取っ手がくっついてるところを十分気をつけて、色を入れてみてください。今回ははみ出ちゃったのでそこをカッターで削って仕上げたいと思います。まあ、こんな感じの
絵付けでしたけれども、ストローク、ほとんどストロークで描けますから、簡単に、まあちょっと描いたかなっていう感じの絵柄になったんじゃないかと思いますが、いかがでしたでしょうか。最近嬉しいことに、このパケットはないのって聞かれるんですね。販売してないのって聞かれるので、近々デザインと、写真と、あと、通常動画でやっているのは、だいぶカットしたり縮めたりこういろいろしてあるので、分かりにくいところもあると思うんですけれども、フルカットなしの分の CD を焼いて、それをセットにしたものっていうのをご希望の方に販売したいと思います。ただいま準備中ですので、できましたら1個ずつまたお話ししたいと思います。こんな感じに出来上がりました。ぜひ皆さんもいろんな色のバージョンで楽しんでみてください。ではまた。